はい、皆さん、こんにちは。では、ライフイズストレンジ続きやってまいりましょう。では、今回はね、K とか話すとこからやっていきたいんだけど、これ、座るってやると何かあんのかな？座る。またこうやってケイトと過ごせるなんて嬉しい。おお、嬉しいね。私がどこまで運命を変えてるかはわからない。でも運命は一つしかないって誰が言ったの？考えると頭ぐちゃぐちゃになる。最終的にはどうなるんでしょうかね。異常気象が収まればゴールですよね。きっと。マイカ立ち上がるんご。じゃあ話すか。ケイケイト。ト、元気そうだね。よかった。何もかもマックスのおかげだよ。何か聞きたいことがある顔してるけど、どうしたの？ああ、そうそう、いろいろね、聞かないとダメなのよね。ビクトリア、ケイト、姉さんのこと。ケイ最初トはやっとぱおしゃケイべトりのしこたくとをて、軽くジャブ入れま今しょ週はお茶できなかったしね。う。そうだね。じゃあ埋め合わせに今度ポートランドまで喫茶店ツアーにでも行こうか。はーい、いいやりね。たい、いいついでね。にウォーレンも誘ってみたら？ウォーレン、彼のことどう思う？男子禁制だよ。いや、ここはね、やっぱね、女二人で、男子禁制だわよ。ちゃわちゃやろうよ。何それ。じゃあ二人旅だね。じゃあ次、姉さん聞く姉か。さんが犯人だって証拠をもう少しでつかめそうなの。姉さんには然るべき罰を受けさせなきゃ。これ以上犠牲者を増やしちゃダメだよ。私が証言したおかげで停学になったからしばらくは安心だけど。そうなの？そうだマッよ。クスすごい。本当に勇気があるそうね。だよ。姉さんは今どうしてるの？ポルテックスクラブ、プレスコット家。ポルテックスクラブ？しれっと今夜のパーティーに顔出あ、すそっつか、もりじゃパーないティーか今な。夜なのね。あれだけのセことしカてオおは。咎めなしなんて。私うーん。に任せて。姉さんの部屋番号さえ分かれば忍び込んで証拠を探せるんだけど。うーん、部屋私番も号わ協か力する。る？部屋番号を調べてスマホに送るよ。ありがとう、ケイキート。トありがとう。頼りにして超るよ。頼りにしてこれ以る。上姉さんを野放しにできないよ。よし、じゃあ最後ビは、クトリアの手紙見ビたクトよ。リア。どう思う？ビクトリアは確かに、意地悪なとこもあるけど、全ての罪は許されるべきだと信じてるから。彼女もきっといろいろなそうだ悩よみね、をリア抱ルえがうてるまんだくいっとてない思う。から攻撃するんだよそうだな。ね。私もビクトリアがペンキかぶった時慰めてあげた。な？ちょっ 懐とかし分かい。り合えた感じがした。 そまあんなことね。あったんだ。でもなんでビクトリアは意地悪するのかな。そういう人だから自信がないんだよ。やっぱ人を攻撃する人ってなんかどこか自分に後ろめたいところがあるんじゃないかなって思ったりするんだよね。あ、自信がない自んだ信よ。がないんだよ。そう劣等そ感があるから威張ってないう。と不そう安なんそだと思う。うそうそう。なんそうでかそう。な。もっと自信持っていいのにね。本当だビクトよ。リアを救ってあげられるとしたらケイトしかいないよ。もっと根が深い問題だと思う。そろそろ行くね。捜査を進めなきゃ。元気な顔を見られてよかったよ。ありがとう。マックスは優しいね。ウサギの世話もしてくれて。アリスによろしく伝えて。あ、アリスっていうのね、あのウサギちゃん。いやー、ケイト元気そうでよかったっぴ。じゃあ出るっぴ、クロエを放置してるっぴ。出ていいよね。じゃあのー、ケイトじゃあのー、今度は学校で会おうぜ。どうだった？元のケイトに戻ってきてうる。ん、元気になってよきかっとる。た。来てよかったな。ついてきてくれてありがとう。ありが次とは姉さんのお見舞いに行くとするか。あいつは嬉しがらないう。だろうからな。姉さん。じゃあ、次は VS 姉さんですな。あ、ジェファソン天帝がいる。校長もおるな。いててててあー、シュシュビエル。お、スケッチボーイじゃん。チースチース。だいぶなんか人の
名前と顔を覚えられるようになってきたな、このゲームは。登場人物多いからさ、迷うけど、あ、先生先生。マックスじゃないか。ああ、先生チス。ジェファソン先生、こんにちは。こんにちは。彼女は友達のクロエ。惚れるなよ、綺麗だからって。よろしく。こんなイケてる子がうちの生徒じゃないとは。いろいろありまして、詳しいことは校長が知ってる。退学になっちゃったもんね。マックス、大丈夫かい？いろいろあったので、そのなんだか落ち着かなくて。人間生きていればいろいろあるものさ。それにしてもイベントが多すぎです。僕もそろそろイベントの準備をしないと。今夜のパーティーで日常ヒーローコンテストの優勝者を発表する。君たちも来るね。プロテックスにも応募してもらいたい。クラブのパーティーでそういうこともするんだね。ウリジーはできない。ちょっと後悔してます。でも写真に集中できなくて言い訳ですけど。すいません。君は友達思いの優しい生徒だ。それにこれからチャンスはいくらでも。次は出します。今後は積極的に作品を発表すること。ういっす。わかりました。パーティーには必ず行きます。いや、ちょっとパーティー楽しみなんだけど。何気に先生と踊りたいし。ああ、ダンスは勘弁して。じゃあやめてよ、クロエ。クロエは私のものやで。教師の面目は保たせてくれよ。それじゃ、また今夜。うん、ありだな。何考えてんの。クロエ、私ちゃうんかい。今夜の作戦だよ。もうなんだよ、やきもち焼くなって。やきもち焼くさ。はいはい、ちょっとジャスティンに挨拶してくれ。うん、久しぶりだし。スケボー男ね、うん、ジャスティン。いってらー。さあ、私は何をしようかな。姉さん、何をしようかな。調べなきゃ。あ、姉さん、お前なんか知らねえか、なんか知らねえか、なんか知らねえか。チス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 、何も知らねえか。お、あれザック、あれザック、ザック違うか。あ、ザックだよね、ザッカリーってなってるけど。ザック、次が最後の試合じゃないといいね。頑張ってね。マックスを映画に誘うなんて。お、心の声漏れてますよ。ブルック、調子はどう？まあいつも通り。そういえばケイトを助けたのすごかったね。大丈夫？姉さん、クジラ、ドローン。あ、姉さん、姉さんを探してるんだけど、見なかった？ウォーレンに聞けば、一緒に映画とか行く仲なの。あ、焼き餅焼いてはる、焼き餅焼いてはる。にや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 。まだキャンパスにいると思うんだけど。何？ウォーレンじゃ不足なの？ほんとトゲあるよね、あんま好きじゃないの、ブルック。姉さんならさっきすごい剣幕で郊外に出てったよ。なんだと？ここにいないだと？じゃ、デート頑張ってね。はーい。え、うん、戻す戻す。あ、違う、あ、まだ聞ける。ドローン。こんな時気晴らしにドローンを飛ばせたらいいな。グラント先生はやっと諦めて許可をくれたよ。あ、そうなんだ。でもウォーレンと映画に行くんならドローンなんかで遊ぶ暇ないでしょ。あー、私がウォーレンと映画を見に行くならドローンは貸さないってこと？鋭いね、マックス。じゃあ悪いけど、恋のライバルだからな。ドローンの調整するなんやこいつって顔してる。コーナーにいない。ちょっと待って、一回戻していい？オッケー。ブルック、調子を。スキップ、スキップ。あー、特に選択肢変わんないのか。じゃあクジラ聞くか。打ち上げられたクジラとか、もう頭がごちゃごちゃしてきたんだ。ブルックなら何か知ってるかなって。ちょうど週末にウォーレンと二人で仮説を立ててみる予定。ウォーレンと二人でっていうのがね、いいかもね。誘われたの。いや、ここはちょっと強がるか。いいかもね。それいいかもね。二人とも頭いいんだし。いいかもね。この異常現象の原因が分かったらノーベル賞ものだね。でもグラント先生もお手上げみたい。はい、マイカ、じゃあちょっと姉さん、ね、じゃあスキップしよう。スキップスキップ。何？オッケー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 。あー、で結局ドローンにもなるのか。まあ、全部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 スキップスキップ。オッケー。じゃあこんな感じで。今日だけで鳥たちの死体の山がいくつできた。お、サミュエルじゃん。大丈夫かい、マックス。大変だったよね、いろいろ。まあなんとかやってます。サミュエルは悲しいし困惑しているよ、この町のみんなと同じく。
うん、君も解けない謎の山を抱えてるのかい。悟りを開いたおっちゃんやで。動物たちのこと、アルカディアベイのこと、周囲の人間のこと、まあこっちだな。謎は増えていく一方です。僕でよければ相談に乗るよ。姉さん、姉さんに見かけませんでした。君に解けるかい。いや、そもそも彼は停学中だしね。せやで、あまり残念そうじゃ。当然の報いです。当然の報いやろ。当然の報いです。これでも軽いぐらい、うん、決めつけは良くないけど、姉さんはここにいるべきじゃない。いや、あるいはいるべきなのか。どっち。どういうことですか。君の目的は見当がつく。だが役に立つようなことは知らないんだ。あ、力になれずにすまない。あ、デビッド、デイビッド・マドセンと話したことは。マドセンが話すんだ。僕は聞くだけ。へー、デイビッドらしいね。弾丸トークしてそうだね。彼、物は見えても人が見えないのさ。あー、なんか重い言葉きたぞ。物は見えても人は見えないのさ。ちょっとこれなんか使えるかも。物は見えても人は見えないのさ。ちょっと人生の教訓に刻まれそうな言葉だな。どうして。嫌だな。なんか嫌だな、うん、でもあれだけ監視カメラを集めても結局マドセンは何にも見えちゃいないんだ。一番物事が見えてるのはサミュエルかも。うん、やっぱり悟りを開いてるだけあるで。僕はただ物事を違う角度で見てるだけ。ケイト、実はケイトのお見舞いに行ってきたんです。だいぶ元気になったみたい。うん、君のおかげだ。大した救出劇だったよ。ケイトはいじめられてた運命。まあいじめられとったんや。大人も同級生もみんな追い詰めたんや。僕をバカにするのはいいけど、ケイトにはやめるよう言ったんだ。うん、いじめは悪だよマックス。うん、私もそう思う。そう思う。君は本当にケイトのことを思ってるんだね。マックスのような子がもっといればよかったのに。動物たちのこと、あ、これね、またまだのか。じゃあアルカディアベイのことも聞きますか。アルカディアベイに何が起きているのかわからないことばかりなんです。その答えを求める姿勢、グラント先生が君を気に入るのも納得だよ。レイチェル、ボルテックスクラブ日食。ボルテックスクラブ、今日はセカオアパーリーです。ボルテックスクラブよりはマシです。ああ、レイチェルもあのクラブの闇に気づいてた。ごめん、ちょっと喉が。すぐにみんな気づきます。ボルテックスに飲み込まれてはいけないよマックス。うん、抜け出すんだ、時が味方についているうちに。なるほど。レイチェル、レイチェルアンバーが全ての鍵を握ってる気がして。本当、レイチェルどこにいるんやろうかね。見つかることを望んでいないかも。え、生きてる。どこへ行っちゃった。もしかしてもう全く別人として生きてるとか。どこに行っちゃったんだ。生きてる。生きてると思いますか。彼女は僕たちの心に生き続ける。それだけでも十分。これなんか遠回しに振動、死んでるんじゃないのって信じた道を進むんだ。言ってる感が。君を探しているものは見つかるよ。レイチェルも待っているよ。どこで。日食。私、科学の才能がないからどうしてあの日食が起きたのかわからないんです。さっきグラント先生にも言ったけど、科学で説明できないものはある。先生の気を悪くするつもりはないんだけど、でもこれはほんの始まりだよ。なぜそう思うんですか。始まりって、始まりってなんやね。始まりって何の。終わりのないものだよ。時にも終わりがないように、アルカディアベイに大きな何かが近づいてくる。あー、やっぱりあの嵐か。嫌な予感がするんだ。うん、動物たちのこと。アルカディアベイの動物たちに何か異変が起きてるみたいですよね。ああ、かわいそうに。何が原因にしろ動物たちにはなすすべもないんだ。リス、クジラ、鳥の大量死。鳥の大量死なんか言ってたよね。鳥が死んでいますよね。サミュエル、もう何羽も埋めてやったよ、トバンガの根元に。トバンガ、トバンガ。そんなことしていいんですか。鳥たちの魂が旅立てばわかるだろう。証明にはならないが。結構なんか動物たちにも影響できてるのに、クジラと鳥か。宿命ならどうしようもないさ。リス、リスってなんだ。リスだけはまだ元気に走り回ってるみたいですね。リスはまだ大丈夫。うん。でもリスまでどうかなったら。
サミュエルがいれば大丈夫ですよ。餌を食べる時だけは平和なのさ。実によく食べるよ。そういえばそろそろ餌をやる時間。動物好きそうだよね、サミュエル。愛と勇気とリスだけが友達みたいな。異常気象ね。あ、これで終わりか。長かったね、サミュエルと。お、何、おびき寄せるって。バツ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 、ここ。興味深いわ。私個人としてはやはり不安で。ほら、こっちにおいで。おいで。天気といい、動物といい。あ、来た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 。これ写真とか撮れないの、これ。写真撮れないのか。リス。お、あ、写真写真。あー、いい写真じゃないこれ。だいぶいい写真だと思う。 OK OK。 お、グラント先生。グラント先生、あら、噂をすればなんとやらね。こんにちは。学校から監視カメラを追い出せたのはあなたたち。監視カメラを追い出せたってマドセンって言ってください。姉さんのこと、ケイトのこと、異常気象。姉さん、姉さんを探してるんですが見かけませんでしたか。授業には出てないわね。停学中だし。うん。あなたたち友達だったの？いや、経営の中です。まさか。あんなクズ。すみません。あんなクズ。それくらいで怒らないわ。あなたでも悪態はつくのね。腹の中は真っ黒やで。なんてね。言わないでおこうかと思ったけど、姉さんなら郊外に飛び出していったわよ。うん。いろいろあった後だし、会わない方が良さそうだけど。あなたはとても賢明な子だから、あとはわかるわね。異常気象のケイトのことを。監視カメラでケイトを救えたとは思えません。監視カメラがなくともマックスがいるもの。あなたは素晴らしいことをしたわ。次はケイトが必要なケアを受けられるようにしないと。あなたもカウンセラーとお話をする。ケアが必要なのは学校。大丈夫です。大丈夫です。間に合ってます。大丈夫です。先生、親友や両親が聞いてくれますから。今のとこそれはよかった。一人で抱え込むのだけはやめなさい。ケイトは相談に来なかったから、私は気づいてあげられなかった。ケイトはボルテックスクラブのパーティーで薬を盛られ、その上動画の件でいじめられたんです。手に負えませんよ。まずボルテックスクラブは活動停止、そしてあのパーティーは延期するべきね。私もそう思うわ。ケイトの事件の後で無神経にも程がある。本当だよ。なんで開催が決まったのかってね、マジね。プレスコット家、ボルテックスクラブはプレスコット家と関係あるんですか？あれだけの資金がどこから出てるのか。関係はない。でも会員には特権がある。学校のスポンサーの息子ならなおさらね。私はそんなもの認めないけど。そうですよね。ただこの学校が来る前に想像してたのとは随分違うので。言いたいことはわかるわ。でもあなたやウォーレンが才能を伸ばせる場所にしたい。あら、車に構えた若者も多いけど、あなたの将来は楽しみにしてるから。グラント先生いい先生だよな、本当。最近不思議な現象が続いてますけど、先生なら原因わかりますか？それがわかるぐらいなら今頃ノーベル化学賞を取ってるわ。あの日食についてさえまだ考えがまとまらないの。そうか。まして雪やクジラは。科学的説明、科学を超越してる。科学を超越してるのでは。いいえ、私たちの知識が足りないだけのこと。理由がわからないからといって現実は変わりはしません。さすが理系、理系女やな、理系女。そんなに確かなものでしょうか。なんだか目の前で変わっていこうとしてるみたい。サミュエルと同じことを言うのね。あなたが来る前ちょうどその話をしていたの。サミュエルとグラント先生はなんか正反対な感じだよね。でもそれは神秘じゃない、自然現象よ。はあ、動物の死骸について何かの予言。ここの動物たちがどんどん死んでいるのも。海岸線は後退しているし、海には汚染物質が毎日流れ込んでる。ああ、野生動物の死の原因としては十分よ。ノーホー。他に思い当たることでも。ノーホー。タイムトラベル、トーテムポール。なんでトーテムポールだで、ね、タイムトラベル。ワームホールやカオス理論やタイムトラベルとか。アルカディアベイにあるのはミミズの穴ぐらいよ。
カオス理論はまあ置いといて、もしタイムトラベルができるなら私も体験したいわ。過去を変えたいと思いますか？ブラッドベリーの雷のような音を読んだことはある？ネタバレはよすけど、恐竜や蝶が出てくる話よ。時間は糸のようなもの、むやみに触れたら全てがほどけてしまう。ああ、この言葉ちょっと心に響くな。私もう行かなきゃ、失礼します。またいつでも話しに来なさい。ありがとうございます。さて、あ、クロエがいる。あ、またあのスケボー男子がいる。超久しぶりじゃん。あ、ジャスティン。クロエのこと好きなのバレバレだよ。あ、好きなんだジャスティン、クロエのこと。やっほ、ごめんよ邪魔しちゃって。任務完了。ここにクロエと一緒に通えたら。本当だよ、ジェファソン先生かっこいいしな。やっぱそっち行く。クロエのバカ、クロエのバカ、気持ち焼くだろう。ケイトからまだ連絡は来ないよね、姉さんの部屋番号。男女別か、つまんねえ。隣の部屋に姉さんがいるより危険すぎるだろ。確かに姉さんがいるとね。ここにいて、姉さんが戻ってきたらすぐ。あ、そうそう、今外にいるからね。さて姉さんの部屋は。あ、そっか、ここ男子寮か。ケイト連絡来ないかな。ここは、あらあら、トレバーと。あ、ケイトからメール来てる。あら、なんや、応接しとるんか2人で。おおおおおお、来た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 。スーパーマックス、姉さんの部屋番号がまだ必要なら111だよ。ケイト超助かった、ありがとう。マックスがいると私も負けないって気持ちになる。ケイトは全然負けてないよ、私が保証する、信じるよ。でもお願いだから気をつけてね、約束だよ。もちろんまた報告するね、待ってるよ。よし、111っていうのが分かったね。ちょっと待って、他メール来てない。あ、コートニーからメールが来てんだけど。マックス、私の部屋にいつ来るか教えて、パーティーの服のアドバイスしてあげるから。ありがとう、今宿題が大変なんだけど、後で部屋に寄るね。アドバイス本当助かる。あ、そっか、ケイト、魔法の番号は111ね。111111111、男子便所からの111111111111。まっすぐ行っちゃっていいよね、ビッグフット。ほほ、男子寮とか初めて来るな。あー、あった、来たぞ来たぞ。姉さんの部屋はきっとここだ。開いてる。あー、やっぱ鍵か。ん、わお、力技力技、すごいね。ほんと大胆になったよねマックス、やることが。うわー、なんか部屋に来たけど、あー、ごめん、またアラームが鳴る。くそ、ごめんねみんな、またアラーム鳴っちゃった。あ、ジョイス、ジョイスおばさんか。デピットも出ていたことだし、あの子ももう少し大人にならないと。でもあんたまで一緒に学校に忍び込んでるようじゃあの子も反省しない。何が起きたか知ってるから言い訳はできないよ。クロエもやっと正しい道に戻るかと思ったのに、またこのありさまだ。マックスならクロエを変えられるはずなんだが、一緒に悪さしてるようじゃね。でもクロエももうデイビッドを言い訳にはできないよ。おばさん、私までバカなことしてごめんなさい。クロエが落ち着くよ、私も頑張るから。分かってるよ、マックスも若いんだって時々忘れてしまってね。そこでガレージの床に鳥の巣が落ちてたんだ、かわいそうに。あんたとクロエがなんかしたんじゃなければいいけど。あー、板戻しとけばよかったかな。ん、さて、卒業、え、またおばさんからなんだけど。ああ、さらにメール、あ、これか、鳥の巣の写真を。ごめんなさい。 MP3 プレイヤー、いろいろあるぞ。これきっとクロエが壊したランプだ。ランプ、あ、引き出し開けましょう。クロエらしいけど。んー、これは、おい、話し合いが必要みたいだな。お前が何をしたかみんなにバラしてもいいんだぜ。ただじゃ済まないからな、覚悟しろ。嘘でしょ。え、クロエ、なになになに、ひどいよ。
これあれ、クロエがさ前にパーティーに行った時 にやられたってこと？乱暴されとるやん。これさ、あの日本語翻訳版っていうことで PS4 になったんだけど、それより前にパソコン版に出てるんですよね。パソコン版だとこれ裸だったりとかするのかな。うわー、うわー、何これ。こういう趣味を追求してるわけだ。ん？何これ。 MP3 プレイヤーオンにする。クジラの歌。姉さんの心を癒せるのはこれだけなのかも。え、なんかやばい気がしてきたぞ。姉さん結構やばくないか。このショー面白そう。うん、こういうセンスもあるんだ。これは？ああ、いい写真じゃん。もっと写真に力を入れたらいいのに。もともとが優秀だからね。気持ち悪いけど自分のスタイルがある。これなんだ、鳥の死体とか。あとは写真。いやだ、私の自撮り写真。うえー、怖怖。ひどい趣味だな、ついていけないよ。え、何これ、何の写真。首がない。こい暗い映画ばっかり。変態だろこいつ。これってクロエを撃とうとした銃だ。誰かからのプレゼント。ん、取扱説明書重要、完全あ、安全にお使いいただくために。普通に拳銃変えちゃうっていうのも本当ね、怖いな。病院の薬も効いてないみたい。なんだ、薬を飲んでんのか。病院の薬か。でもじゃあちょっと一番気になる、あ、ちょっと待って、写真見たい。写真。不機嫌そうな顔、この父親とその服じゃしょうがないか。ちょ、子供の頃の姉さん可愛いじゃねえか。パソコン見よう。一番気になる。パーティーのことしか頭にないみたい。嫌な予感がする。読むよ。これは姉さんからビクトリアに送ったメールですね。なあ、今週のボルテックスに何を着てくのか教えろよ。俺も同じくらいスタイリッシュで高いやつ着てくから、他の連中にあれこれしてもらう予定だから本当に楽しみだ。思う存分騒げるようにブラックウェルに札を近づけるなって親父に頼んでおいた。パーティーのテーマが世界の終わりなんだから、それらしくしねえとな。最低、絶対許せない。あ、ケイトの分も仕返ししてあげるから。これはボルテックスクラブ2013年10月パーティーハード、野生に目覚めたケイト。動画か。再生ボタン押せない。これ再生ボタン、再生ボタン押せない。ひどいな、この父親の再生ボタンはないか。親父心配するな。あ、親父から息子へか。姉さん、今週は何かとストレスの多い日々になってしまったね。母さんと私はいつでも話を聞くよ。必要ならアポを取ってくれ。母さんはビル先生のサイン会が終わったら呼ぼうと言っているが、ひとまずはしっかり処方された薬を飲むんだ。パンエステートの開発中は何も問題を起こさないでほしい。プレスコットの名前が重荷だろうが、お前もここで仕事できるようにするように徐々にいろいろ教えていく。私の父がそうしたように。父が私に一族の仕事のやり方を教えてくれた時も大変な思いをした。今は苦労するかもしれないが、いつか感謝する日が来る。ブラックウェルのことは気にするな。このゴミのような街を徹底的に清めて新たな名前をつけるんだからな。とにかく時が来たらお前の責任を全うする覚悟をしておくように。バカな真似はするな、父より。わー、結局は仕事人間やなって思うな。あの家にもまともな人はいるんだ。ん？お姉さん外国。お姉さん、お姉さん、クリスティン・プレスコット。あ、お姉さんがいるんだ。ネイトへ。お姉さんのことをネイトって呼んでるんですね。ブラジルよりこんにちは。弟くんから最後に連絡をもらったのはいつかな。ブラックウェルの学校生活について早く知らせて。才能豊かな弟が小学生としてあの名門芸術学校に通ってるって平和部隊の同僚にいつも自慢してるのよ。アメリカ携帯とかメールをチェックできるわけじゃないけど、ぜひキャンパスの写真を送って、あなたのレンズを通して学校生活気分に浸りたいの。それにあなたの撮った写真をまた見たいしね。ママからいろいろあってパパに目をつけられてるって聞いてるけど、無視するか反抗するかのどっちかよ。
ネイト、私はパパのことを愛してるけど、あの人のせいで地球の反対側にいるようなものだからね。パパは知識ではなく力を受け継いだ威圧的な人間よ。打ち勝つには抵抗するしかないの。一族の伝統なんかのためにあなたまでパパみたいになっちゃダメだからね。じゃあ説教はこのくらいにしておく。寮にいる時も家にいる気分を味わってほしかっただけ。じゃあまたね、マングローブに戻るわ。変身しないと寮に本物のジャガーを送りつけるわよ。クリスより。お姉ちゃんいい人そうやなね。へえ、姉さんがダイエット薬品ね。ダイエット、しかも強い薬。ダイエットなんや、ポチャッコか姉さん元は。なんか全然太ってないよね姉さん。もともと太ってたのかな。デキソミンジェネリック、強力食欲抑制剤、処方箋不要、オンラインで販売中。ちょっとウェルズ校長、ごますりすぎ。お、なになに。最近の出来事について、これはウェルズ校長からのメールですね。姉さん、先日の告発について謝罪したいと思います。君の名前と経歴は非常に多くを語っています。残念ながらそれを利用してブラックウェルで自分の地位を確保しようという生徒がいるのも事実です。お父様は君が絶対に学校に銃を持ち込むはずがないと伝えても非常に取り乱していました。私としては君には学業に集中してほしいと思っており、今週中にはこのごたごたは解決したいと思っています。何かあったらいつでも相談に乗りますよ。うわーわー、生徒一人になんでそんなごまするねんってな。よし、じゃあね、今回はここで終わりにしようと思います。いや、姉さんの部屋まだあるよねきっと。何、日陰傷とかあるけど、じゃあそれは次回調べていきましょうかね。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。